夢か。それにしてもリアルな夢だったな。寒っ。コーヒーでも買いに行くか。お、可愛い子ちゃん発見。あれ、てかどっかで見たことあるような。え、デーモンローリングシューズ666じゃん。そこ誰だっけ。まあいっか、コーヒーか行こう。外はですね、あいにくの雨でございます。グッドモーニング、クロバラ軍団のオリノです。そしてバッドモーニング、地獄警備の宇佐美ペロリナである。どうということでね、今期もぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回もね、もちろんがっちりペロリのコンビで勝ちを目指していきたいと思っておりますので、はい、行くぜ。応援の方よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。つむじビーム、はい、ビーム、はい、ということでですけど、はい、ちょっとなんか朝なんか撮ってた気がするんですけど、あれ何ですか。はい、朝撮ってた気がするけど、あれはですね、実は仮の姿っていうのは、うん、言うたらカードで言ったら超レアじゃないですか。まあ少ないね。そう、それをね、見たい人がやっぱりこのニュージェネレーションを通してもたくさんいらっしゃるわけですよ。そのために見たいね、うん、諸君どもがいるから、私が D と話して作戦を練りに練り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 ねして、してしまくって朝のオープニングを撮ったわけですよ。だからチラッとなんですけども、うーちゃんの仮の姿が多分映ってると思います。どうでしょうか皆さん。いやもう朝はやだって。いやいや、まあそれはね、むくれてたりとかいろいろあると思うんですけど、僕なんて言うたらっすよ、自分が泊まってるホテルで自撮りした、うん、で寝起きをわざわざあって起きた夢かとかって、なんか自分でクソみたいな、そうです、演技をして自撮りしてたんですから、あれわざわざ。いやー、お疲れ様ですね。そうですよ、カメラマンがねホテルに入れなかったんで、そういう話もして自撮りですよあれ。頑張ったな。そっちの方が頑張ってますから。とりあえずサードシーズン一発目のこいつっすよ。これ行くか、進めていこうよ。いや今日もね、今回もあのね、たくさんいただいた中、まあ激戦に激戦を練って、激戦の中選ばれた、そして、うん、直で渡されたものとか、あ、直で渡されたものっていうのとかもね、僕が選びまして、これはね、みんなセンスも問われるからね、うん、簡単にね、出していきます。じゃあ一つ目、はい、はい、はい、5000兆円欲しい。あ、これね欲しいね。俺毎回なんか俺系のやつ、あ、出た、あの俺に似てる系、はい、シリーズ、はい、三国志からです。あの、劉備さんですかこれ。劉備さん、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 この人ね、僕と違ってめっちゃ頭いいんすよ。これももちろんうーちゃん仕様の、また、はい、今回もございますよ。はい、ちょっと母音が出てるうーちゃん。本当にこういうの、ちょっと母音谷間の母音、いちいち
あのツイッターの超前のやつみんなあさって探してるってことっていうことだろうね。やっぱ可愛いですね。でもやっぱりね、これはここでは出しますけど絶対に選択はしませんので、はい、皆様ご注意くださいませ。先端先端は出さないって聞こえた。先端どういうこと。先端先端が好きなのかい。え、先端が好きなのかい。いろいろとうーちゃんは、うん、先端じゃない。先端をペロペロするのかい。ペロリーナさん何を言ってるんだ。君は朝何時ですか今。捕まるかな。捕まるぞ、はい、10時10分でございますこれは綺麗に作っていただきました、うん、はいはい。スタミロン C のニュージェネレーションサードシーズンバージョン。すごいじゃんこれ。これはすごいね。え、もうまんまじゃん。そう、まんま、まんまだから逆にちょっと、うん、あの作ってる会社から怖い。そうだね、うん、なんか言われるからが怖い。あ、これいただいた直でいただいたやつですね。はい。あ、なんだろう。じゃあうーちゃんもちょっと持ってもらって。はい。持つ持つ。はい。こんな感じですね。はい。はい。何これ。はい、これあのでっかくなっちゃったバージョンとあとはこのなんだろうこれはあの多分なんですけど多分これあの何ちゃら動物園のパン君なんですよね多分。そういうのをいろいろともじってる。すげえ。うん。うまい感じで作られてるっていう感じで。面白いんですよ。もうここら僕の二十歳ぐらいの自分が乗ってますし、パーク乗ってますし、すごいクオリティが高い感じで、ここにね、うん、ちゃんとねミルクセーキとかあるんですよ。でスタミロンシートがあるんですよ。じゃあ俺これにする。じゃあ記念だし俺はこれにしとくわ。せっかく作ってくださったやつ俺思うんだけどさ、これ入る入んないかもね。よしということで、お互いに顔が切れてるっていうねいう形ですけど、僕の二十歳ぐらいの写真はここにいますんで。そうだね、はい、こんな感じでいきましょう。このお守りで実践の話っすよ。うーちゃんお今回は何撮りました。モノマネで今回はツインエンジェル3を選んだよ、葵ちゃん。うまいっぽいよね。うまいっぽいよね。譲りでなかった。マジっすか。じゃあ僕も、僕取った台は何ですかって言ってください。じゃあ、ミロポンが取った台は何かな。僕は、寝台のハードボイルドだよ。誰。いや、なので、多分キャラクターに一切ないんですよ、今。あ、一切ない、ね、一切ないんですけど、イメージなんかのちょっと巻き顔っぽくない。いや、違います。なんか、モノマネって言ったんですけど、うん、声も全然わかんないし。よし、気合い入れていこうぜ。気合い入れていく。行こうぜ。じゃあ行くよ、うん、じゃあ今回も頑張っていきたいと思います。ニュージェネレーションスタートです。東京都台東区上野にございますサイバースパーク上野店さんはパチンコ377台、スロット286台を設置。さらに禁煙フロアもございます。ぜひ皆様遊びに来てください。それではニュージェネレーションサードシーズン一発目、ハードボイルドグリフォンの幻影打っていきたいと思います。ガクンはするのかしら。あ、ちょっとレバーが硬い。ガクンはしなかったですね。はい、本機はですね A プラス ART 気になっておりまして、まあ ART バレットラッシュとボーナスを絡めて出玉を増やしていくタイプとなってるわけなんですけども、超久々打つの相当どんぐらいだろう、もう 4、5年ぶりぐらい。ある程度の予習はしてきてるんですけども、ちょっとねわからない部分多いかもしれないんで、ちょっとご了承いただければと思います。で、本機はですね、まあボーナス確率に主に設定差が設けられておりまして、ボーナス確率が約200分の1から260分の1と、で子役確率にも差はあるんですが、そこまで気にしなくてもいいかなと。一応チェリースイカには
さあ設けられております。で、今多分対決行くんですけど、いきなりですね、13ゲームこのボトルから。でボーナスの察知手順がまず右リール中下段に赤7を狙うんですよね。で赤7がここに止まった時点で多分ボーナス確定だと思うんですけど、その場合は下段にバーを狙って、その赤バー赤っていうレギュラーと、あと白白赤をフォローできるんですよ、ビタで。まずこの形がちょっとわからないんで、ちょっと打ち進めていきましょう。追加かもしれない。お、なんかどうなんだこの出目が。ケツ頭が、ケツがまあバーのボーナスはないんで、もうこれ外れ目なんじゃないかな。残念と。でまあケツ赤系かがフォローさ、近かったらボーナスなかった場合は下段にねバーをビタするんですよね。か中段にバーを狙って、でこれが白が上段に止まった時点で多分中、白ボーナス、まあ白頭ボーナスが確定するのかなとかいろいろありますね。まあ、ちょっと打ちながらもいろいろとちょっと思い出していきましょう。いきなりハイウェイゾーン行ったね。まあいろいろちょっと説明することがたくさんありますわ。このハイウェイゾーンはですね、主に2種類あります。このハイウェイゾーン、まあ弱い方のハイウェイゾーンは通常時から入るんですけども、このハイウェイゾーンは3択の10万円を完全ナビ、そしてこの最中にボーナスさえいければ ART バレットラッシュ突入率が飛躍的にアップします。この最中にレギュラーがいければレギュラーをいければ約 ART 期待度 20%、 そしてビッグだと ART は確定するのかな。でゲーム数が20ゲームから100ゲームまであるという形なんで、ここに関してはマジでボーナスを願うと。あれ終わり、あ、いきなり対決いったな。19ゲームまたこの出目か。でこれで下段に、下段か中段ぐらいにバーを狙うんですよね。うん、これで多分ね白だと上段に止まると思うんですけど、ないよな。うん、で下段にバーが止まった時点で多分レギュラーは濃厚なのかなと思われます。うん、まあボーナス入ってない。同時成立期待度が一番高い役はスイカですかね。スイカでだいたい 10% から 16% ぐらい。すごい、いろいろ説明することがいきなり来すぎた。終わるかも、まだなんか危なそうだな。これで終わりですね。多分20ゲームぐらいだったのかな、か25ゲームぐらい続いたのかな、これで。こう、まあ、下段にハードボイルド図柄が止まった時点でスイカを狙いましょう。中もスイカの可能性あるんで。で今あの疑似連の音がいたしましたね。スイカの勝負率は 10% から 16% ほどありますよ。これは子役かな、まだまだある。これリプレイどうだどうだ、ない、もう、あ、もうないのね、ないのか。基本的な打ち方はこんな感じっすわ。はい、ということでツインエンジェル3、あーめっちゃ久しぶり。ちょっと今回マイスローもせっかくなんで入れてやらせていただきますね。俺様の今のマイスローのこのデータ、まあ、レベル91シルバーだけど、あ、かばんだ、あ、大丈夫だ。あ、また続けてヒールロックがあったからまたレア、あ、カバンだ。
チャンスアップがあれば。暑いけど、あ、またリールロックだ。どういうこと？3回連続レア役。あ、これはおいちゃん一人だとちょっと弱いですな。カバンか。ここで背景が炎だったら、あ、ダメそうだね。このカバン、チャンス目カバン、カバン、よっちゃん、なんだ、朝さ、俺の方が番号なかったから、うん、男気で、ジュース買ってあげるからおいで、とりあえず、わかった、選んで選んで、よっちゃん、なに、おもろおもろ、めっちゃニコニコじゃん、よっちゃん、おいでおいで、俺知ってっから、えうーちゃん、とりあえず、はい、いや、ちょっと、うーちゃんのみんなこれやろ、ちょっと待ってね、増えてないっすか、これ、増えてるよね、そうなんだよ、そうなんでさ、お前前まで、セバスタブロッシー2個しか見てないんですけど、このニュージェネレーションを機に毎回完売するようになったんで増えたんですよにはもう横横取りだ。いいよ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 。ええ、ちょっと待ってニュージェネレーションを通して、くさみ押し嫌いなのっていうの。嫌いじゃない。大好き。そうやろ。大好きで日頃からいっぱい飲んでるから。ああ、ミート。ああ、そうなんだ。俺一日5本飲んでるよ。俺6本飲んでるもん。尊敬しますあ。ありがとうございました。いただきます。うん。どうぞどうぞ。ありがとうございます。ありがとうね、これ。ありがとう。いただきますわ。やっぱこれだよ。気合が入る。あ、やっぱりこうサミノンシーみたいに激しい炭酸感がなくて、やっぱ優しいですね。またカバンだ。あれ、カバン外れた。テスラちゃんとナインちゃん、あ、これはこのままでいいんだったな、すいません、なんでもないんです。あー、これは熱い、これもチャンスアップ、これはもう入った。からのほらね、ビッグ254ゲーム、ビッグがいいな。お、アカナナビッグだ。
チャっていうの。ここでレア役とか結構引いてるとなんかメダルが増えて、これもエンジェルタイムの上乗せになるはず。長いね。あー来た来た。ゆりかちゃん助けに行こう。さあここからナビ左よ。始まったらボーナス確定になるけど、エンジェルジャンプ信頼度を比べるエンジェルさん。あー、いきなり戦闘にはならなかったね。なかなか下に落ちないね。地下に落ちれば落ちるほどボーナスに近い感じなんですけど、
力が真ん中37に今日までだったね。残念。じゃあ次に期待しよう。とりあえずは通常時はどんな出目が出るかとか、やっぱり打っとかないとダメですね。多分外れ目か小屋くんとかこうなるのかな。あがらな右リール中下段に狙ってこういうのね、やっぱり普段とかに打っとくと打ちながら止まったぞ。ああでもこれ赤一枚役っていう可能性もあるんですよね。うん、そうだそうだ、下段に止まるとバーが赤一枚役、あと白一枚役っていう可能性もあるんですよ。で多分赤が下段に止まった時点で赤レギュラー濃厚赤バー赤だから、止まったら左が転廃すれば何かしらのレギュラー白バー白か赤バー赤になるのかな。で多分上段白7でも白頭だからビッグ以上濃厚で、まあビッグの種類もノーマル、そしてハイパーとかちょっと物が違うのがあるんで、でまあ出目的にはボトルっていうのかな、ボトルバーバーは止まった時点で一角、その時はねバーンって言ったと思う。でも音がちょっと小さいんでちょっとね、それをお伝えできるか分かんないですけど、気持ちいいんですよね、いきなりバーンって言うんですよ。おチェリーでぎじった。まあ大体そのレア役でぎじるんですよ。黒くなった右リール狙おう。止まらないな。どうだ、ああ3個3個なったよ。どうなの、どうですか、期待しますよ。ああバトルいった、いや期待しよう。おお引っ張れ。ああダメっぽいな。ああいや外れてるっぽい、ダメ、あーダメか、あんま熱くないのかなこの疑似さんみたいなやつは。あースイカ来たチャンスがいっぱいやってきますね。うわー面白っ。多分ねこの時代の演出はね、その対決中にレアクとか引いても多分何もナビしないはずなんで、ある程度ね追加とかもフォローしていかないといけないですね。いやちょっと面白いわ。いやー300を超えてしまいまして、設定値も一応260分の1なんですけど、やっぱねボーナスが重いんでね、ある程度のハマりは覚悟してますよ。おおお、これ熱いのかな止まっちゃえ、あー止まらねえ、なんか遠赤か消してくやつね。当たってるんであれば消えて頑張れ。お消えた、やった当たった消え。326ゲーム投資基本やな。ケツ赤系はなし。どれビッグ来よう、よし OKOKOK ビッグ引きました。ノーマルビッグになりますかね。ドライドゴー、はい、はい、ビッグチャンスで、今ですねハイウェイゾーン以外での、まあ、通常時のビッグボーナスなので ART 期待とは 25% となります。
で、ここからなんですけども、ビッグ中ART 抽選が行われます、全役で。で、このチャンスの時に関しては、まあ、バーを狙っていただいて子役をフォローすると。で、まあ、全役で多分 ART 抽選を行ってるのかな。で、まあ、ボーナス中順外れをいけば、まあ、その確率が、まあ、ボーナスにもよるんですけど、で奇数偶数変わってくるんですけど、2万分の1とか3万分の1とかなんですけど、引けば ART 最高継続ゲーム数500いただけます。で、基本的に ART の話は入った時に話しますけど、まあ、こういった派手なとかでも、で、まあ、こういうチェリーとかでも ART 抽選を行ってくれます。あ、なんか変なとこしちゃった、スイカか。バードロイで、バードロイに関してはどんぐらいだったっけな、多分 20% とかぐらいで ART 抽選行われます。で、今ギジってますね。これは続けば続くほどチャンス。ああ、ギジ1、あんま熱くないはず。でも溜まってるな。もしかしたらチャンスとかを、ああ、今金というか、これまた揃うんじゃない。どう、下段したらここつく、あ、つかないんかい。一応バレットは1個溜まってる状態と。面白いんだけど、うわ、めっちゃ揃うやん。2個溜まった、どう、どうなん。あの、やっぱり思うっすけど、やっぱこの時代の ARDA プラス ART、 まあ LA カセブンとかもそうなんですけど、やっぱビッグ中にこうなんか何かを楽しむ、何かを揃えるとか、やっぱおもろいっすよね、マジで。まあ、ノーマルビッグ中のスイカ、チェリー、まあ共通ボトルに関しては、まあ一般もないですね、 ART 期待度は。まあですが、まあバー揃いはやはり 20% 弱あるんで、今3回揃えてますから。お、チャンス来た、もう一回揃えようぜな。よしよし、4回。あー、ここたまらんな。はい、で、ここからです。ARD 当選してるかのジャッジが行われるはず。うん、そうだね、ルーレット、これはもう昔と一緒です。ラッシュ多くね、これ来てやろ。バーゾロ4回引いたから、いや、もう確定だ。よし、一発目に射止めた。まあ、もしかしたら成立時の抽選に受かってる可能性もあります。その際に関しては、まあ、規定ゲーム数が最低 ART は1セット50ゲームなんですけど、まずその一つのケーキで ART 受かった時点で初期ゲーム数が決められます。50ゲームから500ゲーム決められて、その際にまた ART 中のボーナスでの抽選が受かったら50ゲーム以上プラスで、 ART 中のボーナスでも50ゲーム以上プラスと、そういった形ですね。まず何ゲーム続くか、最低50ゲーム、ノーバレットラッシュ、いきましょう。で、順序はですね、1ゲームあたり、1ゲームあたり1枚となってます。で、まあ、パンクリプレイ、いや、まあ、1合1万役が成立した時点で、まあ、この ART はパンクしてしまいます。言うたら、リプパン外しという ART になります。まあ、ボンバーマンとかね、リングにかけろとかで、3択のボトルを完全ナビで、なおかつパンクリプレイで、1万役の際もチャンスと出るので、その際はバーを狙っていただければ回避できると。で、バンクリプレイは左からか右からの2択になるので、それも全部押しゅうナビとして発生してくれて、パンクの回避をナビしてくれます。で、これですね。で、ちゃんと左から押すと。で、この際に右から押してしまうとパンクしてしまうよという形になります。なので、普通に
演出が起こったら、まあ、ナビの時はその通りに押していただければ大丈夫なんですが、別にバーの塊を狙っとけば OK と、1万円は回避できますよと。面白いね。ニュージェネレーション、俺だけおっさん。さあどっちのおっぱいが勝つか、勝者は。あ、嘘。ありがとうございます。青いおっぱいの勝ちでした。なのでどうなるでしょうかと。でも金しかねえんだけど。それはないと思う。いや、これはないと思う。ちょうどね、ミノポンの話をしてたんだよ。あの何、大好きだって。いや違う。ニュージェネレーションを見てくださいまして皆様ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。